白いね。この線がすごいよ。綺麗。あとこの上に落ち葉が乗ってるのがすごいいいね。何の木だろうね。これもつぼみがあるからね、面白いね。で、重要なのが結構香りで、歩いていくところで結構香りが違う。だから水がすごい滞留してて臭いところとか、あとはその多分肥料を木に入れててすごいそういう匂いがしたりとか。だけどその匂い結構たどりながら歩いていくとね、だから春になると本当に桜餅みたいな匂いが、桜が咲く前に一気にする時がある。それ匂いとか、そう、あと音、いろんなものが結構ね、後々作業する時になんかこうプラスっていうか、なんか何かなってるはずで、家にいるとずっと絵のことばっかりしてないし、しかしてないし、あと言ったら作品を持ってトイレの中に行ったりとか、あと料理を作ってる時も片側にね置いといてチラチラ見てたりとか、だから絵が頭からずっと離れなくて、でだから歩くようになって、で歩くと結構その歩く時も絵を持ち歩けないから、だから絵と別のことを考えるのに、でもわりかしそうすると結構自分のこと考えちゃって、歩いてる最中すごいフラッシュバックして、あーとかそういうことはしょっちゅうだけど、後からそれでまた家に帰った時に、なんであのこと考えて、でなんだわーってなったんだろうとか、そういうこと反復するのにもなんか再確認したりね、そういうことのために、あと健康のために、健康っていうかやっぱり年々分かってきたんですけど、絵描くには体力がやっぱり必要だから、いろんなことのために歩いてます。面白いのがなんか夕方頃歩くと、もっと皇居ランナーの人とかいっぱいいてね、でそうするとすごいいろんな人に抜かされていくのだけど、その抜かされていく感じが、いつも美術だったら何て言ったらいいんだろう、走って誰なんかいつも、ね、先頭走んなきゃ、先頭なんか走ったことないけど、なんか勝ち負けなくなってどんどん抜かされていく感じはかなり気持ちよいい、なんかこうどんどん順位が落ちていく感じもいいなって思う。